はい、ブレンダーで小さな学びですね。ここにあの直方体があるんですけども、えー、この直方体のこの辺にベベルをつけて丸くしたいわけですね。えー、どのようにしたいかというと、このようにしたいわけですよね。えー、うまいことこう、こことここですね。うまいことこう角を取って、こんな感じに均等にね、丸くしたいわけです。ところがですね、これを じゃあ、ベベルをかけようと思って、そして、モディファイアで、えー、ベベルをかけるとですね、なんか、こんな感じの横が上に平べったい形になっちゃうんですよね。ほら、こんな感じになるんですよ。でこんな感じに均等に、どの辺も均等に丸くしたいのに、えここはあんまり書か,かなくて、ここだけかかっちゃうというこれこれ、これなりがちなんですよ、こうやってね。で、 一なんでこうなっちゃうのかなということでずいぶんいろいろ悩んでるんですけれどもえこれねこれを作るまでにはスケールをねこっちに伸ばしたりこっちに縮めたりとかしていろいろやってるんですよねそのスケールの時のその情報というのがこのベベルにもかかってくるということで一旦このスケールをしたのをもう確定をするということが必要になってくるということですそれでコントロール A を押して 現在このスケールという、このスケールを確定しますと。で、パッとこれ、これでですね、スケールの情報が確定されていったんですね。そして、この状態で、モディファイヤーをかけてベベルをするとですね、ほら、こうやってきれいに、どこもうまくかかりました。もうこうやってですね、やれば、まあ、無事にかかるということですね。 はい。えー、コントロール A を押して、えー、スケールを確定するという、このことによって均等にかかるようになります。えー、それをしないとですね、この、こんな感じで、えー、ここだけベベルがかかって、ここかからないというようなことがね、起こりがちなので、えー、ですね、気をつけていったらいいと思います。はい、以上です。